この YouTube チャンネルなんですけど、見ていただいてる方がどちらかというと加盟をする前の検討段階で見てるよっていう方が多いんですよね。ですのでこういう方は金沢の商売絶対やった方がいいよっていうような、そういう方ってどんな方ですかね。この金沢に向いてるっていうのは、一番はお客さんと会話をするイコール人間関係を作っていくことというのが一番大好きな方ですかね、はい、当たり前ですけど最初僕も含めてね全員が素人ですから、例えばよく勘違いされるのが手先が器用じゃないとこの仕事はできないんですかっていう方もいらっしゃいますし、もしくは営業トークがうまくないとうまくいかないんじゃないですかっていうことをよく聞くんですけど、もうそれは本当に罰で、例えば僕みたいにベラベラ喋れるタイプもいますよ。けどいろんな成功オーナーを見てますと、まあ何が共通してるのかな、変な話口ベタな方で成功してるオーナーさんもいらっしゃるんですよ、うん、そうするとやっぱり何が一番なのかなっていうと、やっぱり、ね、人が好きだっていうことなんですよね。口ベタとか喋り方とか説得力が悪くても、その目の前にいるお客さんを本当にオーバーに言ったら愛することができて、でその人のことを必ず絶対何が何でも喜んでもらいたいっていう思いをね、はい、持って接せられる人っていうのがもう当然向いてますし、逆にもう頭だけで考えてよくいらっしゃるんですよ。口もうまいし計算も頭いいし施工技術もうまいっていう方で逆に全然売れにくくなってる方ともいるんですけど、じゃあ何が違うのかなっていうと、やっぱそのハートがね伝わってないんですよね。先ほど僕がお話しして、じゃあ何がやっぱ大切かっていうのはそのやっぱ思いなんですよ。その目の前にいるお客さんを本当に喜んでもらう、で目の前にいるお客さんのお家のお困りごとをできるだけ早く、できるだけリーズナブルに、でもそのお客さんにとってただ安くするだけでもダメですし、このぐらいの対価お金を払ってこういうようなことをやってくれたらというようなね内容のサービスをきちっと考えて提供できる、イコールやっぱり最初は思いなんですよ。僕も毎日毎日お客さんに会いますけど、まずはそのお客さんを好きになって、どんな性格の人でも愛してあげて、自分に性格合わない人もいるんですけど、まずはその人となりをね受け入れて、どうしたらお役に立てれるかなっていう、だからやっぱり突き詰めると人間関係が大好きっていう人とか人が大好きっていう人が、まあ、やっぱり、ね、一番向いてるんじゃないのかなと思います。手先はね僕正直 DIY 大嫌いでしたから、ドライバーも持ちたくなかったし、はい、ペンチも持ちたくなかったし、ましてやノコギリなんか触ったことなかったですから、手先がね器用じゃないので全然関係ないですね。やっぱり人間関係作りじゃないかなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。まあ要は手先の器用さとか、うん、あとは営業の経験があって喋、うんうん、りがうまいとかいうことではなくて、目の前のお客さんを好きになって、そうですね、目の前のお客さんに喜んでいただける、うん、そこを自分の喜びと感じる方ですよね。まあそういう方であれば金沢の商売向いてるんじゃないかということですね。ありがとうございます。じゃあ逆にこういう方は金沢の商売やめた方がいいなとか向いてないなっていう方がいれば教えてもらえますか。これ難しいですよね。僕のささやかなメンターの経験で言えば何人かいましたけど、喋らなくてもこのビジネスがうまくいく方法ないですかっていう人もいたんですよ。でもそれを言われちゃうと愚の根も出ないなというか、表裏一体なんですけど、人と喋るのが嫌いな人とか、これはやっぱ向かないですよね。なぜならばお客さんと出会ってって、お客さんは何を買ってるか、何に対してお金を出してるかって言ったら、これもう安心感なんですよね。人と喋るのが苦手な人はもちろんなんですけど、売り上げをただ作りたい人っていうのもいるんですよ。とにかく儲けたいっていう人いるんですよ。儲かるんですけどこの仕事でもね、儲けようとすると本当にお客さんに伝わっちゃって全く売れなくなっちゃうんですね。営業トークもこの人うまそうだし、あと経歴的にもね大きい数字を作ってきたような人もいらっしゃるんですけど、なんで売れないかっていうと法になっちゃってるんですよね。自然とねやっぱり、ね、本当に心からの法言うの会話を、簡単なことなんですけどね、してればちゃんとお客様ついてきてくれるし、一番やっぱりお客様の安心感なので、お客様安心感にお金を払いたいので、どんなに技術とかね、こんなに素晴らしい施工ができるっていう説明をしたとしても、最後はこの人が安心できると思えばいくらでもお金を払ってくれますし、なんかこの人は信用できないのね、不安なのよねと思われてしまったら、やっぱお金を出してくれないので、そういうところなのかな。人間性を磨くということが全く意識がない人とか、自分を磨くっていうことが好きじゃないっていう人が最終的には向かないのかなとは思いますかね、はい、ありがとうございます、はい、まあ、それはもう会社員でも一緒ですよね。まあ一緒だと思いますね、はい、成長しないとかね、そうなんです、成長意欲がそもそもないそうですいう方は、まあ、そもそも向かないよっていうことですね。はい、ありがとうございます。ここまでご視聴いただきありがとうございます。
興味のある方はぜひ他の動画もご確認ください。